ト系アイドルグループ、嵐が1月27日夜、2020年いっぱいで活動を休止することについて、都内で記者会見を開き、改めて報告した。会見に先立って、ファンクラブ公式サイトで発表していた。記者会見に臨んだのは、嵐の大野智さん、桜井翔さん、相葉雅紀さん、二宮和也さん、松本潤さんの5人。駆けつけた大勢の報道陣を前に頭を下げたが、表情は柔らか、解散ではないと断言した。大野さん、見たことのない景色を見てみたい。つまず記者会見で唇を切ったのは、活動休止について提案をしたというリーダーの大野さんだった。その理由は、嵐の活動を一旦終えたい。自分は自由に生活がしてみたいだったという、津大野さんによると話をしたのは、2017年6月、大阪で5人での仕事があった日だった。前日にホテルの部屋に集まって、欲しいと声をかけて、最初はなかなか言うことができなかったが、いつもの会話をしながら、ちょっと聞いてもらいたいことがあると切り出したという。その後、何度も何度もメンバー5人と集まって、それぞれの思いを話し合い、2020年末を期限に活動休止と決まったという。事務所にはその後、2018年2月に報告し、6月頃に決断に至ったという。理由として挙げた、自由な生活でしたいことを問われたが、大野さんは具体的には、決まっていない、見たことのない景色を見てみたい、今まで経験したことがない、普通の生活に興味があったのだという。大野さんは、事務所には所属も、ゆっくり休んで考えたい。津大野さんは、3年ぐらい休みたいとか、都合のいい話はないと考え、当初はけじめとして、ジャニーズ事務所を辞めなくてはとの思いもあったという。しかし、メンバーと事務所との話し合いで、お休みでいいのではと判断、お言葉に甘えますと、そこに着地しましたと、今後もジャニーズ事務所にタレントとして所属はしつつ、やりたいことはゆっくり休んで考えたいとした。具体的に何年間休むかは決めていないが、少なくとも2021年は休む期間として、一回ちょっと見つめ直す期間、一回立ち止まってみようかな、何も気にせず絵を描いたりするかもしれない。縛られるものを一回払ってみたい。その時に自分が何を思って何をするかに興味はある。期間などについては、嵐として走り抜いてから具体的に浮かんでくるのではとした。つまた、きっかけについて問われると、正直ないというか、3年くらい前にそういう気持ちが芽生えて、強くなっていった。15周年、記念コンサートなどの行事が終わって、徐々にそういうことが芽生えてきた。本当に徐々になんですとし、特段、きっかけとなった出来事があったわけではないとした。衝撃でした。二宮さん、驚きました。桜井さん、津人型。休止の意思を伝えられたメンバーは驚きを持って受け止めたという。津二宮さんは、衝撃でした。4人でも6人でも嵐ではない。5人でないと 100% のパフォーマンスはできない。桜井さんは、驚きました。グループメールに大野から、もしかしたら意思が固まっているのかな、あと解釈しましたとする一方で、誰か一人のことで、嵐の将来は決められない。どれだけ時間をかけても全員が納得する決着点を見つけたい。それが僕の役目だなと、他の4人の決着点を見つけたいと考えたと話した。津松本さんは、グループ活動は強い意志で続けるものだと思っていた。10周年で祝っていただいたり、国立競技場でコンサートをしたり、素晴らしい景色をたくさん見た。いろんなことを経験させていただく中で、大変だと思うことも正直あった。いい感じの時にグループを締めることも考えた。最初にリーダーに呼ばれた時は、驚きはしなかった。それぞれに思いもあるので、2020年で区切りをつけるのがベストだと判断しました。津相葉さんは、ひっくり返った。桜井、僕の右でひっくり返ってた。しかし、何度も話し合いをして、ちょっとでも同じ方向を向いていないなら、リーダーをずっと付き合わせるのは違うなと、納得してそっちの方向で進めていこうと思いました。そして、誕生日の前だった二宮は、
大野が話を切り出した時に、みんなが誕生日を祝ってくれるんだろう。さすがリーダーいい頃合いだな、と思ったという、だから一貫して、衝撃と言ってます。誕生日を祝ったのはその後ですと言うと、会場は爆笑に包まれた。正直、申し訳ない気持ちはすごく強い大野さん。ツメンバーのコメントを聞いた大野さんは、正直、申し訳ない気持ちはすごく強い。一方で、一人変えたら嵐ではないとは心にあった。メンバーの思いを僕の中で感じながら、2020年まで毎日大事に走っていきたいと、嵐として最後まで走り抜く決意を語った。嵐でよかったな、大野さん。絆は強くなってる。相葉さん、引き止めたメンバーは、との質問に、二宮さんは、できませんかと話はした。二つ返事で、じゃあわかりました。はちょっと責任感的にできなかった。できる方法はないのか、そういう話はしました。桜井さんは、賛成、反対で分かれるのは難しい。みんなの思いが同じところに着地すること、どこに落とし込むかをひたすらに話していたつ。喧嘩はあったのか、との質問には、二宮さんが、ないです。書きたそうですね。わら、相葉さんは、勘違いされちゃうかなと、20年の月日の絆は強くなってますねとして、仲違いが活動休止の原因ではないと改めて言及。妻だ、二宮さんは、リーダーのせいでこうなったとは思っていない。僕はすごく楽しく活動していた。みんなでやりたい時にやる、やらない時にはなぜかと話し合って気持ちを共有する。リーダーが悪者に見えたら我々の力不足として、大野さんをかばう発言も。大野さんは、最終的に期限が決まった時、意見がまとまって気持ちがまとまった時に、メンバーが最後まで笑っていようと言われた時はやばかった。素直に申し訳ない気持ちがある中で、なんて人たちだろう。嵐でよかったな、と、言葉にならなかったなと、休止の意思を受け止めてくれたメンバーへの感謝を語った。妻だ、嵐とは、との問いには、宝物以外の何者でもない。人生の半分以上が嵐。永遠に輝き続けるものです。心の中でとした、4人のメンバー。2020年の先は、2020年以降、お休みすると語った大野。他の4人のメンバーの今後はどうなるのだろうか。相葉さんは、どんな気持ちになるのか想像もつかない。お休みする予定はないとした。また、松本さんは、新たなチャレンジができるタイミングになるかも、何か探して見つかった際にはチャレンジできるタイミングにしたい。ファンの皆さんと楽しい時間を考えるのが今することです。また、桜井さんは、5人じゃないと続けない選択をしたので、嵐の2020年12月31日までしか頭にない。その先は想像していない。二宮さんは、何も考えていない。2020年末まで5人で活動できるのは幸せで喜びなので、一個でも思い出を作っていきたい。また、5人で出演しているテレビ番組などについては、今後スタッフと話をしたいとして、明言はしなかった。